3番内川。バンジンミンと内川はアジアシリーズでも対戦していますが、この時には内川がヒットを打っています。2人目のバンジンミンですが、投球の組み立てとしてはどんな特徴がありますか？基本的にはパワーピッチャーで、はい、速い重いストレートをどんどん投げてくるタイプですよね。ただスライダーにも、キレはありますし、はい、それで三振を取ることもたくさんありますので、まあ、この1イニングですから、短いイニングでしょうから、なかなか打ち崩すのは難しいのかなと思いますけどね。ストレート、やはりタフですよね。本当に毎日1イニングじゃない、2イニング、3イニングって投げても、次の日もケロッとした感じでマウンドにまた上がってきますしね。台湾の、選手は本当にタフだと思いますね。昨年は44試合に登板して、先発が9試合、リリーフが35試合。特にチャンピオンシップシリーズでの中継ぎで勝利を挙げたというのが印象に残ります。これは紀藤コーチの継投策が本当に見事にね、はい、決まりましたからね。少ない人数をどんどん、回していくのが台湾のスタイルなんですけども、短期決戦となると、はい、特にそれが、強く現れますからね。内川を力で打ち取りました。史上2人目の両リーグ首位打者を獲得しました昨年の内川。今シーズンもオープン戦では非常に元気なところを見せていますが、今日のこの試合はセンターフライと三振。